あとは高君の親の先生が来てくれれば。高君、さっさと帰んぞ。あ、誰だ。あ、俺は今日からここの手伝いをすることになった鹿島隆一、中3。俺は神谷隼人、同い年だ。うちのクラスに転校生が来るって聞いたけど、お前のことか、よろしくな。あ、こちらこそ。怖そうに見えたけど、 いいやつっぽいな。悪いな、部活で遅くなって。うちの親がまだ採点終わんねっつうから代わりに俺が迎えに。いいじゃん、俺まだ帰ないぞ。帰るっつってんだろ。やだやだやだ、まだ竜大将軍。だだこねてんじゃねえ。何も殴らなくても。口で言ったって聞かねえんだよ。兄者の。 おい鹿島、うちのはもういいから、あいつ構ってやるよ。一人にしてたらかわいそうだろ。あ、うん。じゃあな。ありがとう、神谷。神谷、今すぐここから一番近い小児科のある病院教えてくれ。小太郎が弟が熱出して。分かった、ちょっと待ってろ。 こいつが平気じゃない時だって平気な顔してるやつだってこと知ってたのに。こちら。え、マジ？はい、でもすぐに病院まで連れてってもらったんで大丈夫でした。よかったな、大したことなくて。うん、ありがとう神谷。よ鹿島。神谷、おはよう。あのさ神谷、俺どっか変かな。 今日からこの制服なんだけど。ああ、確かに。確かに。こんなところまで後ろにガキども引き連れて何やってんだお前。ルータ、遊びじゃん。黙れ神谷、幼児相手にすごむのやめて。大丈夫だから泣かないで神谷、悪いけど連れて戻るのを手伝って。分かった。みんな保育ルームに着いたから安心して。うん。 神谷、うさいださんの具合は？心配すんな、ただの仮病だ。え？神谷、お前何考えて。俺は正直に答えただけだろ。弟に好きも嫌いもないだろうが。そういうニュアンスを高くに分かってもらうのは無理じゃないかな。分かんなくても問題ないだろう。うるせえから先に連れて帰るわ。じゃあまた明日な鹿島。遅くなって悪い。 神谷、あれ、今日部活？ああ、うちのババアも用あるっつうから、タカだけ参加させてもいいか。それはもちろん構わないけど、休みの日にまでお前に押し付けんのは悪いし、俺が部活休んでついてってやるつもりだったんだけどよ。兄者なんかついてくんな。とまあ、こういうわけだ。まだ喧嘩してたのか。本当は好きだとか言ってあげればいいじゃないか。いや、だから別に好きじゃねえし。あ、 あ、ちょっと待って、タカ君。タカ、鹿島と小太郎に迷惑かけんじゃねえぞ。タカ君、神谷、よかった、無事で。ほら謝れ。神谷、いつ、さようなら。でも助かったよ、神谷が動物園まで高くん心配して迎えに来てくれてさ。 心配っつうか、うちのババアに行けっつわれただけだけどな。本当に一人で行かせたの？かわいそうでしょ、このバカ。部活出てんの見つかって叩かれた。それでも本当によかったよ、タカ君。神谷がいなくてやっぱり寂しそうだったし。兄ちゃんのこと、兄ちゃんの、うん、俺は大好きやでしょ。アホ。 俺も別に嫌いではねえよ。<笑>うん、神谷も照れたりするんだな。どういう意味だ。つうか、お前のとこは本気で弟に好かれすぎだよな。え？例えば泣いても笑っても喧嘩しても俺たちは変わらず兄弟なんだ。平然としてるけど神谷寒くないのか。
いや、死ぬほど寒い。じゃあもっと寒そうにしろよ、サイボーグか。うるせえよ。ごめん、神谷、練習の邪魔しちゃって。ああ、そりゃ別に。どうせもともと弱えしな、うちの部は。そんじゃあなとか、鹿島にわがまま言うんじゃねえぞ。おい、入部届、お前に渡せばいいのか。え？いや、それは、野球部の顧問の先生にじゃ。そりゃ野球部の入部届の話だろ。こっちはお前でいいよな。野球部と掛け持ちで頼む。半々くらいで出るからよ。でもなんで。まあうちのバカもいるし、それにこいつに勧誘されたからな。実際はただ引っ張っていこうとされて、ウサイダの通訳が入ったわけだが。おう、とにかくお前がしょぼくれてたから、そいつなりに考えたんだろ。んなもん本人たちの勝手なんじゃねえの。な、子供もいる人の不倫とかどう思うかって話だぞ。俺はそんな面倒なのはごめんだけど、結局はそいつらの問題だろ。興味ねえ。つーか、んなもん両方いる。神谷し、両方きっといるよ。俺はいると思うな。だからさっさと。そんなもんいねえし、無理だっつっちゃえばいい話じゃねえか。そんな簡単に小さい子の夢を壊すようなこと言えないだろう。神谷だって子供の頃はそういうの信じてたりとかしなさそうだな。あ、ま、まあ俺も消える魔球を投げる練習ぐらいはしたことあるけど。ほら、夢くらい見たって。あれはいつか実現するから話がちげえ。神谷、猪俣さんってさあ。いや、なんでもない。なあ、ああ、あ、いや、なんか弁当忘れてきちゃったみたいでさ。っていうか、飲み込んでから話せよ、神谷。わかんないよ。わん。こんなにどこから。よかったな、友情に熱いクラスメートどもで。神谷。ああ、脱ぎ忘れてた。なんで脱がねえのかと思ってたら、忘れてたのかよ。間抜けだな。気づいてたなら教えてくれよ。ああ、じゃあ言うけど、お前のケツシールまみれだぞ。貼られても全然気づかねえのな。ある意味すげえ。だからなんでその場で教えてくれないんだよ。俺このままでここまで来たのか。神谷、話も聞かずに手を出すなよ。あ、だから話を聞いてぶってやったんだろ。神谷、キリンちゃんとコタロウ頼む。たくまくん、本当に大丈夫かな。とりあえず今元気なのは間違いなさそうだけど。つうか今大丈夫じゃねえのはどう考えても片割れの方だろ。風邪ひいてる上にあいつもそばにいねえんじゃん。確かに。つうか名前書いてねえな、いたずらじゃねえの。神谷、今時こんな古風な真似する女いねえだろ。自分で見るから開けなくていいって。言われなくても人のもん開けはしねえよ。まあでもラブレターとかそんなわけないから。俺女子にモテたことないし。そうやって何人スルーしてきたんだ。おい鹿島、お前上履きのままだぞ。それで外通る気か。女から好きだの言われたくらいでどんだけテンパってんだあいつ。鹿島、神谷。なんかこいつ人ん家の庭に入り込んでこれもらってたぞ。よかったのかよ、お前結構嬉しそうにしてたくせに振っちまって。うん、やっぱり俺今はコタロウのことを一番大事にしてやりたいから。うん、思った。いや、それみかんだよ。おお、さすが不健全だな。ほっとけ。もしもし、神谷。おお、お前らこれから暇か。え、うん、暇だけど。なんだ今の音、大丈夫か。ああ、うん、小太郎が返事でうなずいて頭打っただけ。大丈夫。アホだな。うん、否定はしない。神谷、悪い、待ったか。あ、いや、こっちこそ急に悪かって。お前までなんでそんな気合い入った格好してきてんだ。盆踊りでも踊るのか。これは西川さん
多分おばあさんの心遣いだから着ないわけには。ああ、あのパンツ黒のやつか。え、パンツ？ち、学習しねえなあのバカ。やっぱ最初にガツンとやっとくか。やめろって。とにかく俺たちが目離さなきゃいいんだから。行くぞ。よし、じゃあ次はもっと腹の足しになるもん食おうぜ。ああそうだな、そうしよう。高くん、二人とも何食べたい？絶対あの日も繋がってねえし。繋がってないだろうな、特にゲーム機とかは。おい鹿島、そいつのことはいいから、あとはお前らで祭り見てけよ。え、学校じゃねえんだから、お前がそこまでそいつの面倒を見る義理ねえだろ。これ以上その面倒くせえやつに付き合うことねえぞ。な、部活のことなんかなくったって俺も一緒に探すって、友達だろって。もしかして友達だと思ってるの俺だけだったらどうしよう。神谷ならあり得る。お前すげえな。え、何が？俺は弟じゃなかったらそんなうぜえやつの面倒なんか絶対見ねえぞ。俺らでいいじゃん、会社でやんねえもん。じゃああんまり泣かすなよ神谷。おい神谷、そんな言い方ないだろ。うるせえ、黙れ。その代わり諦めんならあの紐のくじ槍に連れてってやるよ。それで我慢しろアホ。これが俺の最大の情報だぞ。あとちゃんと鹿島に探してもらった礼も言えよ。え、こいつが探すとか言わなきゃ俺は花から諦めさせる気だったんだからな。もちろんくじもなしで。おい、さっさと行こうぜ。気持ちいい。大丈夫か？つうかお前ちゃんと泳げんだな。泳げるよ。どういう意味だよ、そんなに俺運動ができなさそう。さっきからちっとも海に入ってこねえから泳げねえかと思った。いやだってコタロー一人にすんのはかわいそうだったし。まあ何でもいいけどよ。俺さ、コタローと海来たの初めてじゃないんだ。赤ちゃんだったコタローは覚えてないだろうから初めてみたいなもんだろうけど、でもあの時は海怖がんなかったんだよなあいつ。やっぱ俺だけじゃ頼りないのかな。お前いつもこんな力でタカ君たち叩いてるのかよ。すげえ痛いんだけど。アホか、いつもは半分も力入れてねえよ。つか今それ関係ねえだろ。うん、昔コタロが怖がんなかったのは今より何もわかんねえ赤ん坊だったからだろ。くだんねえこと言ってんなよ。おそっか、確かにあの頃は一人で立ったりもできてなかった。お前神谷。ああ、確かに怖い。ごめん、ちょっとだけ話したいんだけどいいかな。というわけでそれからずっと泣きっぱなしになっちゃってるぐらい、高くんも反省してるというか。それで俺に大人げなくいつまでも怒ってねえでさっさと許してやれってか。あ、いや俺も小太郎にいろいろ壊されたりしたことあるから、まともに顔見たくなくなる時の気持ちはわかるよ。歳がこんだけ離れてると普通に怒って喧嘩するわけにもいかないもんな。へえ、お前のとこでもあんのかそんなこと。そりゃいっぱいあるよ。昔夏休みの課題で2週間かけて作った町坊の大阪城を壊されたり。何作ってんだお前。徹夜で解いた宿題のノート落書きで埋め尽くされたり、ついこの間も勝手に携帯持ち出されてトイレに落としてダメにされたり。特にあの携帯には父さんと母さんからのメールが入った。思い出したら泣けてきた。元気出せ。それでも小太郎に悪気がないのは分かってるし、事故と思って諦めるしかないんだよな。逆に俺は、物はこの際どうでもいいんだけどよ、うちのバカは悪気 100% だろ。お前反省したとか言ってたけど別に反省なんかしてねえだろあいつ。どうせ謝ってこいとか言われても嫌だとかダダこねてたんじゃねえのか。え、あ、まあそれでも
クソガキ相手じゃ結局俺が我慢するしかねえ話だよな。神谷、鹿島、明日もお前とコトロ保育ルームいんのか。うん、多分みんなも来ると思うけど。じゃあ明日ガキどもと野球やるぞ。野球？え、野球はまだ無理なんじゃ。おい、手空いたから俺もこっちを手伝いに。お、なんだこのでけえトウモロコシ、邪魔だな。そのトウモロコシは俺だから起こしてくれ神谷。なんか悪いな、うちのババアがあいつら興奮させるような余計な真似を。え？おお、こんなに生き生きしたリュウちゃん初めて見た。いや、お前まで喜んでんならいいけどよ、別に。いや、だってちょっと憧れるだろ。ほら、擦り込みで後ろついてきてくれるみたいなあれ。それひよこでまでやりたいのか。こいつらでいつもやってんじゃないか。いいから黙って話を聞け。神谷。なんだよ、殴ってねえだろ。悪い、遅れた。神谷、なんか顔に歯型がついてるけど。あ、何、女か。ああ、これか。うちのアホガキが連れてけって噛みついてきやがったんだよ。当然殴って置いてきたけどな。タカ君かわいそうに。なんつう兄弟だ。お前んとこは泣いたりしなかったのかよ。あ、いや、コタロウは別に。どっちかっていうと俺の方が心配で出るの遅くなっちゃったというか。お前弟好きすぎだもんな。俺にはわかんねえ感情だ。来るも何も、こないだデパートでババアがプレゼント買って。神谷、お前何を言おうとしてるんだよ。夢壊すのダメ、絶対。何言うも何も、こいつも一緒に買うとこ見てんだぞ。神谷、校庭行くなら俺も。いや、俺はサボる。え？プレゼントの箱には俺の壊れたスマホと同じものが入っていた。どうやら神谷が俺のスマホが壊れていることをおばあさんに教えたせいらしい。